はい、えー、皆さんこんばんは100円です僕はチャラーじゃないです <laughs> 今日ちゃんとマイク調節したんで多分音入ってると思うんですけどあのー、今日ですね、まあ、こういう動画撮ってるのは視聴者さんからですね、あのーまあ、お土産が届いたというかパッケージを送ってくださった方がいまして、まあ、名前見せられないんでちょっとこっちからこれですね送ってくださいましたありがとうございます本当に あと,あと、これですね、こっちですね、ちょっと名前が見えないように、はい、本当にありがとうございます、うん、視聴者さんからパッケージが、あのツイッターの方でね、公開じゃないですけど、こっちのねメールのアドレスを、まあ、載せてまして、まあ、なんか手紙とかあれば、お願いしますみたいなことを、ちょっと冗談半分で言ってたんですよ。 別にあの芸能人気取ってるわけでも何でもないんですけどでも本当に送ってくださった方ありがとうございます嬉しいっすということでまだ開けてないんで開けていきたいと思います名前をね言いたいんですけどまあ2つあるうち1つは言えるんですよあのーリアルネイフじゃないんで白い方のパッケージはあのルナさんという方からいただきましたじゃあルナさんのやつから開けていきましょうかねちょっと開けます なんていい人やほんとに。なんていい人だ。<laughs> 一旦切ります。はい。では、まず、ルナさんのやつから開けます。ほんとにありがとうございます。ほんとにリアルにありがとうございます。ちょっと感謝してもしきれないぐらいですけど、まず見ていきましょう。ああ。 梅の種だってうわー大好きなんですよ梅ありがとうございますめっちゃ食べてえなちょっと待ってまず中身チェックから生姜かりんとうですこれ食べたことないな美味しそう美味しそうですなんだろうすいません俺反応薄いんですけど心の中ではすごい喜んでるんですよどて焼き串カツだって わあ、こんなの食べたことないわはあ梅干し組ですルナさん本当ありがとう謎の実わかんないなんだろうこれ3つのお菓子が楽しめるよって書いてあるみかん飴、あ,あこれなんか食べたことあるかも大阪のおばちゃんみかん山のって書いてあるな うわあ、なんていい人やー。なんていい人やー。抹茶チョコレートですね。ありがとうございます、ほんとに。手に入んないからね、こういうの。<laughs> はい、アイマスのチョコレート。ウェハースかな。ほんと、ありがとうございます、もう。 忍者飯山どんなお菓子なんだろう全然分かんないなあーこれ知ってます梅練りね梅練りあー嬉しいなーそして手紙が入っています「100円ゲーマー様」って書いてあるこれいいのかな読んでハハハ いいか。ちょっと待ってね。なんて書いたんだろう。ああ読みますね。えー、去年からいろいろとお世話になり本当にありがとうございます。 100円さんはいつもいろいろ試行錯誤をしながら新しいものを作り出されててすごいと思います。キャスや生放送が聞けないのは少し寂しいですが妄想聞き流しラジオやゲーム実況も一視聴者として楽しみに応援しています。今年の寒波は本当にひどいのでどうぞお体に気をつけて頑張ってください。かっこ私も仕事が落ち着いたらいろいろ挑戦してみます。ありがとうございます。このね、達筆な味で。 ちょっと書いてててくれてブレてるかなありがとうございましたほんとにこんなにこんなにくれるなんてありがとうございます後で楽しく読めといただきます子供とありがとうございますすいませんなんかほんとにじゃあルナさんからのパッケージはさっき紹介したんで次は見せられない ネコバスさんからのパッケージです。ネコバスさんあ Twitter でその名前で活躍されてるんで、多分出しちゃっていいのかな、名前。すいません、もしあれだったら <laughs> 言ってください <laughs>、まあ。た多分大丈夫だと思います。えー、っと、一応ね、中身はちょっと見てるんですよ、もう。いやー、本当にね、あのー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。これ日本でしか手に入らないものを送っていただくって、なんか、一アメリカ在住日本人としてめちゃくちゃ嬉しいです。 まずこれですね梅のこれ漢字分かんねえな <laughs> まあ巻物っすねおせんべいみたいな感じでさすが分かってらっしゃる梅好きなんすよ見たことないから後でほんと楽しく食べさせてもらいますせんべい系好きなんすよねそしてそうこれねこばさんのツイッターでも見たんですけど梅のねチップスターがあるよっておっしゃってたんですよねそれを 送っていたただきました僕ポテトチップス大好きなんでもう喜んで食べさせてもらいます食べたことないかも一回も売ってないねこっちにねこれ限定のものってね売ってないんですよアメリカってねそしてハイチュウをね入れてくれたんですけどこれですじゃらん愛媛みかんのハイチュウありがとうございます食べたことないなこれも そそりゃそうだ愛媛行ったことないもん基本的にねハイチュウは何でも好きなんですよこれもアメリカで売ってないんでこれもゲームしながら食べさせてもらいますありがとうございます本当にそしてですねルナさんの時と同様に手紙がまた入ってるんでちょっと読ませてもらいますやっぱ嬉しいよね手紙手紙がやっぱ一番嬉しいわこういうねあの猫バスさん 息子さんとね一緒に動画見てくださってるんですけどこのすごい手紙がえ見てくださいよよしーマリオピノキオ読ませていただきますえー、っと100円さんへいつも楽しく動画を見ています僕が好きなゲームはマリオとポケモンと星のカービィです今は100円さんのゼルダ風のゼルダ風のタクトを楽しみにしていますこれからも100円さんのことを応援しています 頑張ってください。猫バスチビより。ありがとうてかめちゃくちゃすごいね漢字使ってね。猫バスチビさん。うまいな。見てください、これ。これはもう僕の実況のところに貼っときます。まあ、部屋がないんですけど、テレビの隣にね、あの置いときますよ。ありがとうございます。元気出ますね。マリオもあの全然実況やってないんで、ちょっと頑張ります <laughs>。ありがとう そして、お母様の方ですね。猫バスさんの方の手紙もちょっと紹介させてもらいます。100円様。えー、なんか100円様っておかしいですかね。手紙っていうのも少し照れくさいです。えー、息子も私も100円さんのファンなので、どうしても送りたくて今書いています。ありがとうございます。少しですが、日本のお菓子を入れさせていただきました。いや、少しだなんて。ありがとうございます。本当に嬉しいですよ。全然いっぱいじゃないですか。もちろん、梅推しです。 でハイチュウの梅がなかったので期間限定のにしましたああもう終わっちゃったのかな全然嬉しいですよそれで、えー、チップスターのはツイートしてたのではなくちゃんと新しいのをゲットしてきました <laughs> なんてお菓子のことはいいですね猫ちびも一生懸命書いたので読んでやってくださいはいすごかったですよちびも私も、えー、これからもずっと百円さんを応援していますなんと言っても百円さんは我が家のアイドルですからいや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  嬉しいですけどね。アイドル <laughs>。アイドルですかありがとうございます。頑張ってくださいと。あ、チビの方の手紙の絵は私が描いてみました。おい <laughs> そうなんすか <laughs> そうですか百円さんの絵のツイートも楽しみにしています。ありがとうございます。それではお体にお気をつけてと。ネコバスネコバスチビよりと。ありがとうございます。達筆なね、方で。いや、嬉しい限りですね。なんか、やっぱ。 ものもそうなんですけど、やっぱ手紙が一番こうグッとくるかもしれないな。えすごいですね、これね。話変わりますけど。すごい、うますぎる。猫バスちびさんが書いたと思ったら、お母さんが書いてたっていう。<laughs> いや、でもなんか本当にありがとうございます。ちょっとね、いろいろあって、こう気落ちした時とかあったら、またこれ見させてもらってね、読み返させてもらって、あの元気もらいますわ。今はもうバリバリ元気なんで。 あれなんで,すけどでもそれでもやっぱやる気が出ますよね元気な時にこういう声を聞くとやる気が出るっていうかあのこのお手紙いただいてマリオやんなきゃいけないなって思いました <laughs> 全然やってないからね <laughs> ということであの本当にありがとうございます別にこうしてあの物を送らなくても皆さんの,あのツイートとかコメントをあの読ませていただいてるんでそこからも元気いっぱいもらってますえー、本当にいつもありがとうございますえー、もらったお菓子 えー、食べえっ、ー、とレビューする前になくならなければレビューしますでも食べちゃう可能性が大です、えー、レビューしないかもしれませんせっかくだからちょっと一個ずつ食べようかなルナさんからじゃあいただいたやつから一個気になるやつこれはでもちょっとねネタ的にやりたいからどうしようかなやっぱやめようあとで食べます ということで、えー、ありがとうございました。本当にいつも感謝してます、えー。ネコバスさん、ネコバスチビさん、ルナさん、本当にありがとうございました。ということでお疲れ様です。